阪神の淀川駅、今いるところは此花区側の入り口ということになります。向かい側に行くとですね、福島区側、いわゆる奈良方面の入り口なんですが、その淀川駅の裏側からですね、このように駐輪場がいっぱいに広がっているんですね。そしてその上を阪神高速3号神戸線がかかっていて、その阪神本線、ちょうど今ですね、青道車が出てきたところなんですけれども、出るとすぐに延長にかかるということなんですね。淀川を渡ってくるということになります。この前の動画では淀川駅の方から反対側の方からですね、野田駅方面、そして大阪梅田方面へと向かっていったんですが、こちらが此花区側の入り口になっていて、まあ、いわゆる下水道博物館方面ということになるんですけれども、すぐですね、阪神高速3号神戸線をくぐってくると水道施設が目に映ってくるんですね。阪神淀川駅から出てくると阪神高速3号神戸線を下ってきて、すぐ右斜めに下水道科学館は左というですね、このステンレスの案内が見えてくることになります。淀川駅を出て右手に見えていったこちらが海老江下水処理場なんですね。そして奥にこうやって阪神高速のですね、スロープがつながっているんですが、ちょうどこの地点が海老江ジャンクションなんですね。この海老江ジャンクションは2号の淀川左岸線との接続にもなっていて、今こうやってですね、ジャンクションの工事が進められている段階なんですね。ということでですね、この海老江下水処理場を、まあ、右に見ながら進んでくるんですけれども、まあ、そこをですね、気遣いながら進んでいくということになります。そして左斜めに出てくると信号があって、そこを越えてくると住宅地、高層の建物が立ち並ぶ一角へと入っていきます。その先、西に向かっても海老江下水処理場の施設が続いているんですが、左手の方に見えてきたこちらが大阪市下水道科学館ということになります。いわゆるこのマンションの一角、高みの住宅地が立ち並ぶ一角にあるところになっていて、まあ、阪神高速3号神戸線、2号淀川左岸線に近いところにあるというところなんですね。まあ、淀川駅からでもこの下水道科学館までは、まあ、歩いて7、8分というところですよね。そして下水道科学館前にあたるこちらの交差点がフローラルタウン中央という交差点なんですね。こうやってですね、マンションタワーがあったりしている高層のマンションの一角ということになります。右手の方がマンションタワーになっているんですけれども、左手、こちらは25号館になっているんですが、大阪市営の高見住宅なんですね。こちらもですね、実は15階建ての建物になっていて、真ん中がこのようにですね、波になっているような作りになっているわけなんですね。その25号館の向かい側、マンションの前にあるこちらが高見1丁目のバス停になります。まあ、この道はですね、82号系統しか通れない、まあ、中型車しか通れないというバスなんですけれども、まあ、このフローダルターン方面、その高見住宅方面へ向かっていく重要な系統のように感じますね。そしてこのようにですね、周辺にはイチョウの木が植えられていて、まあ、少しずつですね、イチョウの方が、小さなイチョウが落ちてきている風景がわかります。そのマンションが立ち並ぶ一角、こちらが高見フローラルタウンということになるんですが、こちらが奈良番街というところなんですね。13から16号棟がそびえ立っているというところなんですが、正面にあるのが13号棟、そして奥の方に目を向けるとこちらが15号棟のようなんですね。
全体はこのようになっていて、3、4、5、6、7番街と分かれていて、下水道科学館前が6番街というところなんですね。まあ、いわゆるですね、こちらが大阪市営住宅になっていて、まあ、25、24棟があるということなんですね。その16号棟の左にあるこちらが高見田公園というところなんですね。このように散歩道が広がっていて、コンビ遊具の方が多く目に映り、そしてこうやって健康遊具の方がですね、3つ置かれているんですね。そして手洗い水路の方もついてあります。そしてこのようにですね、 UR の住宅が多くそびえ立ち、このようなヤシの木を感じるようなものもあるんですね。さらに高見北公園から右の方へと曲がってくるとイオンがですね、あるんですね。商業施設があって、その中にマクドナルドが入っているんですね。そしてその手前にもバス停があります。イオンの他にも100円ショップのキャンドゥ、パーティーハウスに西松屋が入ったりしていて、まあ、いわゆるこの高見地区のですね、最大の買い物場ということなんですね。そのイオンの前にあるバス停、こちらが高見1丁目中になります。ここは82号系統しか出ていないんですけれども、実は運行本数はですね、このようになっていて、平日のですね、時間帯に2本運行されている時間帯はあるんですけれども、まあ、土曜休日に至っては、まあ、1時間に1本で運行されている割合が多いんですね。そしてこの82号系統は西九条を出てきて、千鳥橋電報1丁目を出て高見2丁目から、まあ、これよりですね、ぐるっと丸形になるわけなんですね。まあ、すなわち高見2丁目から西九条行きということで、まあ、巡回系統ということらしいですね。こちらの商業施設が高見プラザ2というところなんですね。マクドナルドがあって、ホットモット、そして歯科院があって、リサナの ATM コーナーがあるんですが、まあ、その中にマクドナルドがあるんですけれども、充電器の方は置いていないらしいんですね。高見1丁目中バス停前にあたる商業施設を過ぎてきて、南の方へと向かっていくんですが、その先にもうすぐバス停があって、そして左手の方には校舎も4階建てが見えてくることになります。こちらが正門になるんですが、大阪市立高見小学校、正門の前に体育館があるようなんですね。そしてこのように4階建ての校舎がそびえ立っていて、その間をマンションが囲んでいるということなんですね。左手に38号棟があって、そして右手に57号館があるんですが、高見小学校前のバス停を過ぎてきました。まあ、このフローラルタウンはですね、本当に多くの高層がですね、立ち並んでいる一角になっていて、その高層住宅の中を、そしてイチョウの木をですね、見ながら歩いていくというコースなんです。電報1東交差点の方へと来ました。この辺り周辺、高層がですね、いっぱいに立ち並んでいる一角 UR なんですが、57号館の14階建てが大阪市営高見住宅になっています。